FM 流進堂。はい、 FM 流進堂 DJ の流進です。今日は大学の後輩の石川直美さんと内山翔二郎くんと武田歩くんがゲストに来ております。こんばんは。こんばんは。ということで、久々の家におけるゲストかな、というか初ゲスト武田歩くんと内山翔二郎くんなんですけど、はい、彼らはですね、隠れたゲスト、スペシャル隠れゲスト、隠しキャラみたいな感じで今までいろいろ一緒に活動してきたことがあったんですけれどもね、なかなか撮る機会がなくて本当初なんですけれども、今日はですね、みんなさん4年生偶然か、はたまた、まあ、俺が呼んだんですけど皆さん4年生ということで、4年間の思い出的な話をできたらいいなと思っててね。どうですか内山くん4年間いや4年間でも充実はしていたと思います、うん、じゃあ特に印象的なエピソードなんかありますか。エピソード、うん、たくさんありすぎますね。います？彼女とか彼女とか、あ、それは、まあ、彼女とか大きな出来事だったと思う。大きいよね、宇宙は。大祭からもね。大祭か。確かに。まあでも、制作は、うん。卒業制作とかやりきった感じはあるんですけど、うん、まだできるなっていうのがありますね。うん、それ多分みんな思うと思うよ。自分に対して。うん、もっとできたなって。それを大学院に行く学生はその反省を今度応用するっていうことにかける2年間だと思いますね。ちょっと4年間の話をすると抽象的すぎるか、作品に絞った方がいいかな。テーマがあると分かりやすいですよ、ね。まあ、歩くんはちょっとこの前ね、飲みながら話したんで、ちょっとは作品に込められたメッセージ、はい、作品以外のメッセージか、歩くんが語るで初めて分かる部分っていうのが結構僕面白かったんですけど、うん、そんなにね話せなかったんだよね。10分くらい、そうです、15分くらい、うん、短かったよね。とにかく10分ぐらいですね、うん、だから結局その世界と自分との関わりの中で納得したいっていうことなんですけれども、それをなんか作品を作ることによって、はい、もしくは作る中で、うん、なんか探したいっていうようなことを僕は受け取って、うん、そこが印象的だったんですけれども、はいはいはい、直美さんちょっと歩くんになんかコメントしてあげてください作品評、作品評評というか感想みたいな。感想、歩むにもうバツンと言っちゃってくださいよ。バツンと、ね、そうだな、なんか3年生の時に、うん、歩むも私も鉄をやってて、うん、場所が全然なくて、うんうん、お互いに戦ってたんだ。いや、うん、まあ戦いに敗れたのか分かんないけど、うん、外でやってた。追い出されてたよね。いや、割と率先していけない、うん、追い出されコンパ自ら、ね、自らで隣でやってたんですよ。2人とも大きいの、うん、で、なんか今はなんかイノシシみたいな作ってたね。て、うん、私は隣で、うん、どうも作ってたんですけど、なんかその頃に比べて葉脈ね、うん、みたいなよくわかんないやつ作って、うん、葉脈ね、うん、みたいなよくわかんないやつ作ってて、うん、葉脈ね、うん、そろそろいいですかね、そろそろいいかな。でなんかその頃よりも4年に入ってから、あ、まあ、すごいな、本当は何を思ってるか、うん、まあ、彼しかわかんないけど、うん、なんか結構今までこう外側に向いてたことから4年に入ってからすごい内側の方に関心が向いてきたような作品を見ててね。あ、インドアっぽい鬱っぽさがよく出てると。インドアっぽい鬱っぽさってくくれないけど、なんか今までこう外側にすごいいっぱい興味があったことが4年に入ってからすごい自分の中に影響何が来たのか分かんないけど、すごい 内面世界みたいな方が強くなってきた気がする。じゃあ内山くん、あの直美の作品をちょっとコメント
なり感想なり感想でいいですか、うん、感想。いや、ナーミンの作品はねすごい個人的には好きなんですけど、うん、こう繊細なんだけど繊細いや繊細なんだけどなんか、うんうん、ちょっとなんていうんですか、うん、ちょっと繊細なんだけど、うん、ちょっと違うみたいな、なんか分かんない、どういうところなの、うんうん、なんかね、だから俺の作品より繊細じゃないとかなんかあるじゃん、そういう例え方が。でもなんかね、うん、注目してるような関心が向いてるところが面白いんじゃないかなと思う、うん、どこに注目してたんですか、注目。じゃあナオミに注目、ナオミ自身に関心がそれはあるじゃないですか。いやいやいや、いやなんか面白いなと、うん、あの葉っぱのやつから、葉っぱのやつから、うん、うん、葉っぱ葉脈ナオミの作品すっごいあれ写真学科の子たちのターゲットにされてたよね、あ、置いてる場所が場所だった、うん、みんなあそこの前でなんか写真撮ってたじゃん、うん、でも嬉しい、ね、だからね、うん、ナオミには言ったよね、無視されてない彫刻だねって言う見ましたっけ、言ってないかったっけ、うん、あ、そうだ、結局、うん、まあ今こういう風に評価されてるナオミはアイスに夢中なのでアイムくん、今度じゃあ内山くんにコメントを。まあやっぱり表の門にあった作品の迫力はすごかったなっていうのは正直あり、なんかある意味今回ので一区切りついたと思うんですよね、うちの中で作品のなんかその一連の流れみたいのが、まあまあそこで次がどうなるかっていうのを個人的にはまあ見てみたいっていうところがあって、まあ、別に今回ので今までのが終わりって決めつけるわけじゃないですけど、うん、まあそうだね、続くかもしれないし、テーマがこう変わっていくかもしれないし、もしくは進化していくかもしれないし、うん、それはなんかその造形のことだけじゃなくてっていうところで、うんうんうん、人間的な部分とかもうなんかそれはそういうところからなんかテーマが変わってくるのかなとか、ちょっとどうなるんだろう、どうでしょうね、テーマ性、テーマ性って意味では皆さんこう変わってったの、うん、例えば3年から4年だとか変わったテーマ、うん、前よりなんか整理はされた気がするんですよね、うん、自分の中の、うん、すっきりした感じ、そうですね、どういう方向に今行きたいかっていうのが割とこうはっきりしてる、前よりは、前はあっちかもこっちかもみたいのがすごいあったんですけど、なんかまあ別に今後変わるとも思うんですよね、その今決めてるテーマ、でもなんかそこに今向かっていくテーマっていうのが整理されてて、なんかそこに行きやすいじゃないけど、そのテーマに対して入り込みやすくはなったっていうのが整理されたってことなのかなっていう。ナオミはどういう風に変わっていったの？私は最初、まあ、葉脈を作ったんあ、なんか去年だっけ、神羅万象に興味があるとかって言ってなんか放送撮ったよね。あ、そうでしたっけ、うん、2回ぐらいナオミにほらゲストに来てもらって、なんか今葉脈作ってるんですよねとかって言って、俺覚えてるよ、俺一回ラジオ撮ったこと全部忘れないっていう特殊な能力を今有しつつあるんだから何喋ってましたその時、その時神羅万象に興味があるって言ってましたそれすごいまあでも興味は、興味の向かっていく方向は何にでもありますよね、基本的に、うん、美術だけじゃないし、うん、彫刻だけじゃないし、音楽がもう聴いたり、音楽も聴いたり、うん、本読んだり、本読んだりとか出かけたり、うん、男の子にときめいたりいろいろな神羅万象な出来事がありつつ、神羅出来事がありつつ、うん、話を戻すと、うん、なんか葉脈を作ってあ、そうね、そうね、葉脈を3年生の1年間本当に毎日毎日作ってて、で4年に入ってからは、まあ、今年で終わりだっていうことで、何作ろうかなって、結構最初の頃、教育実習が6月で、それぐらい、4月からそれぐらいまでずっと鉄やってなくて、
銅板でこうちま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 なんか、うん、なんかやってて、うん、教育実習帰ってきてからやばいと思って、とりあえずマーケット作ろうと思って。それ6月だったっけ、4月入ってからは教育実習終わってから、まあ7月ぐらい、うん、4月くらい、7月ぐらいから、うん、そうそう作ろうかなと思ってて、うん、作ろうと思ってて、うん、であの玄関に置いてた葉、うん、脈、そう葉脈を、うん、っていうか全部さ、ごめん、直美の作品で全部葉脈じゃないの。いや、ところが形が全部葉脈じゃん。うん、まあそう言われたらそうなんだけど、うん、でも、うん、最後に作った卒業制作のあの屏風は葉脈も、うん、そも関係なくて、病脈？病脈？何？病脈？病脈？うん、病脈じゃない。やっぱ統一して見えるんじゃない？そうだね、一連の作品、うん。枝はちょっと違うけど見えると思うんだよ、うん。でも自分としてはあれは全然病脈じゃなくて、うん、だってあれもマジックでぐる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 鉄板に描いただけを溶断しただけなので、うん。じゃあ最終的な形が似てるのは偶然？うん、まあそれは今までずっとそれやってきてたから、うん、いきなり変えるってことはできなかったけど、うん、でも気持ちの面では全然違うもので、うん、じゃあそこの変化の部分をちょっとか噛み砕いて噛み砕いてちょっとお話をね聞きたいなと思いつつ、そろそろうっちに話題を振ろうかなと思いつつ10秒、はい、金沢に行って面白あのさ、あの学食の裏に置いてあったやつを金沢美大の子に公表してもらったんですよ。じゃあ一気に移ります。めっちゃ今10秒数えてた。